ノガイトから野田、ファビオがカット、長澤チャンスになった、初ゴール、長澤前半9分ロアッソ熊本、長澤駿 J リーグ初ゴールで先制しました。いやーキーパーのちょっとしたスピードミスからなんですよね。でも抜け目なくやはり決めますね。そうですね、ここですね、ここなんですね、はい、ファビオがダイレクトでうまく出してね、はい、長澤が胸トラップからもう冷静に決めました。胸のワンタッチ目がもうぐっと前に出たんで、はい、もうここでも勝負ありですね。そうですね、 J1 の清水からやってきましたこの長澤駿、